職人モードです。調子に乗ったらチョンっていくぞ。調子乗んな、調子乗んな。お前初心者、お前初心者。ガイドに沿ってすー。あ、ひたんみジャパン式三枚おろし。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。こんにちは。というわけで、まずはお勉強からやっていきましょうかね。今日は初めてのお魚さばきでございますんで、さすがにお勉強しないとできないんで、何も分かってません今。気まぐれクック見てるだけなんで。さばいて何作るの？何も決めてない。とりあえずさばくとこが今日はゴール。誰でも綺麗に必ずできる、アジのさばき方入門編。7分。まず最初に新聞紙の上でやります。ですので、まずね、まずはこう味を、まな板じゃないです。まあ、味でした。まずまな板ではない。さて、いきましょうか。実践。はい、というわけでやっていきます。聞こえてますでしょうか。こちらですね。いやー、俺ってアジってもっとちっちゃいと思ってたよ。でかいんだね。ちょっと怖いです。でもマジででかいね。魚をさばく経験ができるっていうのは。でまず必要なのは新聞。で、紙袋を改造して、まずは鱗を剥いでいきます。皆さん、今回ちょっとコンロの方使わないから、ちょっとズーム気味いきましょうか。ちょっとズーム気味。おいでお前。おいで。おいで。はい。それでは、さばいていきまーす。で、持ち方がこうだった。頭のとこ持ってたね。あれ？あれ？全然だけど。全然だけど。もう滑らないけど、歯が。ん？ちょっとね、口数少なめでいきます、今回は。で、今までの俺の料理の中で一番ちょっと気をつけないといけないね、これはね。本気でいかしてもらうよ。ここも使うって言って、ここも。ちょっと待って。職人モードです。もっとゴリゴリ。あ、さっきよりも取れてる感あるね。お、ほらほらほら。で、ここら辺の繊細なとこはこうやってやって、いいんじゃない。結構取れてんじゃない。際まで際まで。で、こうやってさ、ちょっと表面の色が変わってんの分かる？多分、剥げてるとは思う。で、鱗が取れたら、もうこのまま捨てちゃっていいって言ってた。こいつを。で、お次。鱗が取れました。ゼイゴを外していきます。次。こちらにね、なんかこれがあるんだって、これ、これ、これ。これを外すらしい。これ見た目めっちゃ無駄なんだよね。先っぽの方から、大きく。うわー、これはむずい。え？あ、待って、めっちゃ集中してる。力入れすぎるとちょんといっちゃうよ、左手の方に。おお、見て見て、悪くなくない？税ごとに、ほら、調子に乗ったらちょんっていくぞ。調子乗んな、調子乗んな。お前初心者、お前初心者。おお、うまい。ゼゴ取れました。次の段階に行きます。このヒレからこのヒレの付け根に向けてまず誇張するという。うわー、来た来た。ちょっとゆっくり行こう。ここのヒレを起こす。
で、これ、ここから、首の方に向けて、一気に落とす。うわぁ、切れ味いい包丁が欲しい。待って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 。うん。こっから頭を切り落としにかかります。緊張する。内臓出すだって。ちょっと待って、これめっちゃズームにしよう。これみんなに見てほしい、俺は。俺の成長。よし。やっていきます。こうなってて、ここから、ここから、こうだね。はい。試合があるのよ、こういうね。これを掃除していくらしい、この中を。で、この血合いのところに一本包丁を通す。で、歯ブラシこっちあります。これが、今の状態。結構血合いまみれ。で、ほら、ここまで綺麗になった。オッケー。こっから始まるわけだね。俺が夢に見たあれが。一本。はい、ルートができました。ここを先っぽを入れるんだ。先っぽで背骨まで届かせる。ビビっちゃいけない、ここで。ここでビビんな。いや、これはむずい、これはむずい。はい、皮が切れんねん。皮だけスー入れます。はい、皮スー入れました、ほら。皮スー入れました。これ真ん中まで二手目でいく。ビビるな、この音が鳴るんだね。背骨を包丁がなぞってる音がする。ブリ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 。ここの間に、ここの間に包丁を刺す。はい。ひっくり返して、尻尾の方を持って、ブスッ！いきますよ。こんなに入れて、スッと外せば、え？めっちゃ綺麗なんだけど。OK！ こっから気を抜かずに行きましょう。気を抜かずに行こう。調子に乗っちゃあかんよ。調子に乗っちゃあかんよ。まずは皮だけ。ガイドに沿ってスー。あ！ちょっと貫通しちゃった。あれ？ちょっと貫通したな。ここむずいんだ。うん、まあ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 、まあ、ルートを作る。いや、むずい、マジでこれ。いや、あのね、段違いで難しい。なるほどね。
で、ここに刺す。あ！で、これで、いやー助けて助けて行ってくれ行ってくれ行ってくれ、いやー、まあでもちょっとズタボロなったけど、三枚おろし。さて、こっからですね。こんな感じ。いいやん。すごくいいよ。集中ギャスな。いやでも確かに身がないかも。少ないかも。どうやって包丁入れてんの？待って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 。お前 YouTube やって適当なってるだろ。プロの技出てるって。初心者に教えてんの今。こう入れてるけど。バカなん？お前 YouTube 飽きてるって。おお、いいんじゃないでしょうか。骨が取れました。お腹のこっちの方がさ、ここ一回最初はこっちなの。この白いところの肉がないやんね。でこっち二回目でさ、ちょっと学んでさ、ほらここの肉があるの分かる？え、どうしたん？できてる。はい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 、骨を取るね。結構ありますぞ。ん？このさ、ピンセットで骨を抜く作業って他の魚でも発生すんの？あ、するんだ。ここにいんねん。ここに。ここにいんねん。はい。完璧。確かにやっぱりちょっと身がぐちゃぐちゃだなぁ。もうちょっと綺麗に焼いたい感は出てきちゃう。あと、いい包丁が欲しいと思ったら初めて、マジで。でけえな、この経験は。三枚おろしをするっていう経験。男として、でけえ気がする、マジで。ここをしっかり持ちまして、包丁の峰の方を使って、ここで、こうやって剥がして。そんな綺麗にいかんよ。ちょっと待って、むずいやん。そこ職人技なんかい。いや、身が持ってかれちゃう。もう身を持ってくな、身を持ってくな、バカ。身を持ってくんじゃない。あー、まあ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 、こんな感じ。ちょっとズタボロだよね、ほら。もっと綺麗にやれるようになりてー。ギコ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 。ギコギコギコ。で、こっからは、手でいっちゃう。あー、身が持ってかれたー。返してくれよ。マジかよ。まあでも悪くないんじゃないでしょうか。最終最終悪くないんじゃない。スタンミジャパン式三枚おろし、どうでしょうか皆さん。こちらです。こちらは何にして食していこうかな。もはやもうなんかその手を加えたくはないよね。というわけで、マジ刺身にします。こっから俺はこれを見た上でちょっと刺身の作り方を見つつ、
一回プロのさばきを見ていこうか。うっす今なら凄さがわかる、今なら凄さがわかる。いやマジ俺もうめちゃめちゃ身入ってんだね、こう見ると。うーわっ美しい、色落ちしない足の洗い方。おっとやってないよ。劣化速度に大きな違いができます。いやもう普通に冷蔵庫とかに入れずにそのまま出てる。俺の味劣化なうすぎんだろ。やべ、やっぱなんかこういうのって一度触れるのが大切だな。どこが難しいのかってわかるわ。一回この三枚おろしを経験しなかったらどこが難しいのかがわからんしな、こう見てて。待って、形やばくない？綺麗すぎん？待って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 、これ今間に合う、今間に合う、これはこれは今間に合う。待って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 、よいしょ、生き返れ。こう見ると俺の肉、俺の身汚すぎ、ズタボロじゃん、こう見ると。輝いてる、輝いてる、こんなことになるぞ。え、やば、え、やばマジで。俺ちょっとね、スーパーに並んでる250円の味を見てね、居酒屋さんでなんか味の舐めろってぼったくってねえかと思ったけど、ぼったくってない。やってみるとわかんない、これやってみるのマジ大切、世の中すべてのことにおいてそう、これやってみるの大切本当に。うふふふ、やば、長崎県産マージ一尾、これいける？生食よりはダメだ、ダメなんだ、はぁ、あ、ダメなんだ、そうなんだ、残念だ。あ、こっからいけるアジのなんかいいやつないの？アジフライ、小麦粉、溶き卵、パン粉、やば、ガチ何でもある。てか俺揚げ物とかやって大丈夫だ？フライって難易度高くね？おいおいおい、というわけでここから私は作っていきます、アジフライ。油を温めないといけないね、油。よし、オッケー。で、卵。俺ね、片手で割れるんですよ。ほら。いきまーす。はい。うん？なんかもうちょい、あ、来てる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 わ来てるわ来てるわ来てる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 来てます来てます来てます。これどんぐらいで？おお。揚げ物ってなんかこうひっくり返すっけ？おらら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 、せっしょっしょっ、あっつあっつあっつ、箸が短い、早く救出しないと死ぬ、箸が死ぬ、早く
せーい、オッケー、あっつ、指やけどした、ここ、これ、ここ、いやー悪くないね。音よくね、音よくね、オッケー、よし、完成。一から揚げフライ。一から味フライ。ちょっと おつまみいきます。おつまみ、これどんぐらい待たないといけないの、骨って結構待つ、カリッカリに揚げんと無理。じゃあもう別にさ、置いときゃいいんだね、これ中置いときゃいいんだべ、その話だと。あぶんな、マジであぶんな、あぶんな。ゆっくりお願いしますね。床がガチ終わったな、ここら辺油まみれや。じゃ早くして、ご飯。ソースはブルドッグ、お前に決めた。マヨ、俺今日いつぶりのマヨなの、これ。俺マヨ食っちゃっていいのか。行こう、今日ぐらいは行こう、今日ぐらい行こう。じゃあこれはどうなんだろう、わかんない。あっちゅっ、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 あっつ、マジで、あっつ、こいつはやばいって、これ。いただきます。やば、待って待って、やばいかもしれない普通に。いただきます。はぁ、うん、まっ、うめえ。ちゃんと火取ってるわ。あー、ちょっとマヨネーズもかけちゃったりして、待って、実家にいた時の俺を思い出す。マジで大成功だ。これでもいけるわ、もうやばすぎる。アジホロホロになってさ、外柵の中ホロなんだけども、やめん、大丈夫、俺の体、わやばい。いただきます。ご飯もうちょっと欲しかったな。これさ、本当にもう自分で釣った魚とか言ったらやばいだろうね。感性バグっちゃいそう、泣きながら食いそう、これ。ああ、ごちそうさまです。これはたまらん。で、これが、あ、そもそももうちょっと味があるぞ。うまい。
骨ってあげるとこんな食えるんだ。はあ、今日もね、反動が来た。ケーキ配信の反動来たね。成功の次元違う。アジフライちょっとうますぎ。大失敗から、あー、やば。ちょっとね、幸福度がやばい。定食屋とか行っても今後アジになりそうなの、俺。そんぐらいアジにいい記憶が埋め込まれてしまった。アジうま。今回のスタミジャパンの配信は、人生初のお魚、三枚おろしに挑戦したところ、アジフライにして大成功ということで、いい料理配信だった。というわけで、今日の配信は終わろうと思います。お疲れ様でした、皆さん。いやー、幸せ。お疲れ様。バイバイ。